文化祭で面白いカフェをします。バナナカフェか、ドッグカフェか、羊喫茶か、よし全部混ぜましょう。なんでだよ。バナナを食べながら犬を撫でて羊になりきるカフェか。最高だな。最悪だよ。大丈夫、俺たちでどんなカフェでも最高にしてみせる。まあいいか、最高のカフェにするぞ。おー、当日安いよ安いよ。いらっしゃいませお嬢様。ワンワン、おー、なんか違う気がする。バナナが1本、バナナが2本。よし、マイロード。ワンワンを。僕の考えてた最強のカフェと何かが違う気がする。集合。どうしたのルト君？ほら、お客さん来てるから集合とかしてる場合じゃないって。そうだぞ。お嬢様をお待たせするわけには。ワンワン、ワンワン、そうだぞって言ってるっぽい。ワンワンワン。うるせー。こんなんじゃお客さんは喜ばないですよ。でもバナナめっちゃ売れてるし。まずコロちゃん。はい。バナナめっちゃ売れてるとか言ってますけど、買ってる人は見たことないんですよね。でも在庫はちゃんと減ってる。これっておかしくないですか？いやあの、コロちゃん、売ってたバナナどこにありました？バナ、いや、お客さんが食べて。ワン、あ、やべ、何バナナ食ってんだ。バナナ。次はさとみくんです。俺はちゃんと接客してただろ。そうですね、さとみくんは素晴らしい接客をしてくれました。でも男の子の接客の時だけめっちゃ適当でしたよね。え、そんなことは。ワン、あ、おい、お帰りなさいませお嬢。なんだ男かよ、勝手に座れや。あ、メニュー全員バナナでも食っとけよ。はい、料金5万円です。とっとと帰ってください。ふざけんな。すいません。執事たるもの、すべてのお客様をもてなしてください。すいません。でも正直これはこれでよしってアンケートに書いてありました。なんでだよ。最後にリーヌ。ワン、喋れよ。すいません。まったく、みんながあまりにもひどいので僕がちゃんと教育します。いいですね。返事ははいだ。はい。じゃ繰り返していってください。お帰りなさいませ、お嬢様。お帰りなさいませ、お嬢様。もっと大きな声で。お帰りなさいませ、お嬢様。やる気が足りない。お帰りなさいませ、お嬢様。お帰りなさいませ、お嬢様。店員のやる気がありすぎるカフェとして謎に人気になったのでした。計画通りですね。